球団関係者の方のお話では、あるいは坂本よりこの宮國が一番チョコレートをもらうんではないですかねという声を聞きました。さあ2人目中井です。初球打ちセンター松本下がってツーアウトです。古き中井を打ち取ってツーアウト、三者凡退でいけるかどうかというところで、おとといの紅白戦で2安打の太田を迎えます。少しまた雨が落ちてきましたサンマリンスタジアム宮崎です。ただこのコンディションでもこの宮國をマウンドに送りたいということで紅白戦が始まっています。変化球、これが得意のカーブです。太田に対して初球カーブから入りました。高校3年生の夏、沖縄県の決勝、春夏全国優勝連覇を果たした興南高校、島袋投手との投げ合いに敗れまして、甲子園の夢は絶たれました。あの時の力のなさを実感したと、そう話している宮國。太田を打ち取って三者凡退。記念すべき一軍での紅白戦、その実戦マウンド、笑顔でマウンドを降りてきました。坂本とタッチ、古木、中井、そしてあ今ふーっと一つ息を吐きました。3人を抑えました。ファーストライナー、センターフライ、そして最後はピッチャーゴロです。この後宮國がマウンドに上がります。この回は長野、阿部、この辺りにも回ってきます。果たしてどう攻めていくでしょうか。ちょっと時間が空きました。沖縄県糸満高校出身です。4人兄弟の2番目、お兄さんの影響で野球を始めたというこの宮國です。妹が2人、ご両親はともに学校の先生をしています。カーブの制球力、そしてフォークボールの落ち具合、このあたりがちょっとずつ良くなってきたと、そう分析している宮國です。体を大きくするために食事にも気を配っているという話です。この回レフトに梶前、ファームから合流しています。さあ藤村、長野、阿部です。楽しみな対決になりそうです。カーブ、スライダー、フォークボール、その球種があります宮國。これはカーブでしょうか。ちょっと引っかかってボール3。
足元ちょっとぬかるんでいるでしょうか。雨の中でのピッチングになっています。フォアボール藤村に与えました。藤村去年の盗塁王をランナーに出して、去年の首位打者長野、そして阿部を迎える宮國です。これ以上の実戦はないでしょう。今日ヒット1本。沢村から放っています。足元の悪い中で藤村も走ってくるでしょうか。ちょっと牽制球、今の一つの動きでもうユニフォームは真っ黒です。打ち上げたファースト田中、追っていってどうか、抑えました。長野を一球で仕留めました。今球種を確認したでしょうか。長野外いっぱいのボール、ストレートのキレ、球威、伸び、このあたりをランクアップさせたいという宮國です。どんな感触だったでしょうか。長野、さあ今度は阿部慎之助、変化球から入りました。ブルペンで何度も宮國のボールを受けてきました阿部慎之助です。その度に大きな声をかけていた阿部、インコース、素晴らしいところに決めてきました。ストライクです。阿部を追い込みました。わずかに外れた、内外と投げ分けてきます。ワンボールツーストライク、非常に牽制の動きもスムーズです。これで2ボール2ストライクです。変化球から入ってインコースで2ストライク、外に2球外れて2エン2。さあこの後どんな1球になるでしょうか。ファウルです。ちょっと抜いてきました。大きなアピールのチャンスです。対阿部、ちょっと嬉しそうな原監督でもあります。抑えるか、
ファールです。変化球を2球続けました。スライダーでしょうかカーブでしょうか。ふっと抜けてきます。どうウイニングショットを持ってくるんでしょうか。打って打ち返した。さすがの阿部です。左方向へレフト前ヒット。宮國一軍キャンプの初めての実戦、初めてのヒットを打たれました。ファーストランナーは三井背番号52阿部に打たれました。追い込んだ後粘られて最後は低めのボールインコースですね。インコースのボールを左方向、そしてダイソー起用されて二塁一塁で村田修一です。さあランナーを2人背負っています。ワンアウト二塁一塁。今日ジャイアンツに来て実戦初めてのヒットを放っている村田。初球アウトコースいっぱい。スライダーでしょうか。外わずかに外れてワンボールワンストライク。村田のインコースも攻めるでしょうか。外、まあ低めいっぱい。素晴らしいコントロールです。ちょっと苦笑いも見せました村田。ここです。ワンボールツーストライク。阿部には打たれました。村田に対してどうか。変化球ちょっと抜けた。リードする加藤健は外に構えていましたがちょっと抜けて2ボール2ストライクです。外空振り三振。村田から三振を奪いました宮國亮介です。外ストライクからボールになる変化球。村田修一、浜の主砲でした。この村田から三振を奪いました。さあまだ楽しみな対戦が続いて、今度は高橋由伸です。変化球タイミング合いません。まっすぐで来るか。狙っていたか高橋由伸、しかし打ち上げてレフトフライ抑えました。阿部にヒットを打たれましたが3回4回と無失点。今沢村に迎え入れられました宮國です。